はい、皆さんこんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、サムネとタイトルにある通り、徹底比較、楽天銀行デビットカードのゴールドとシルバーどっちがいいの、ということでお話を進めていこうかなと思うんですけども、まずはじめにちょっともう結論から先にお伝えしたいと思うんですけども、これはもう僕自身の場合は結論、ビザゴールドから JCB のシルバーカードに変えましたよということで、結局今僕が使っているのは JCB のシルバーのデビットカードを今使っているということになっております。で、まあ、ここから少しずつ、まあ、細かくしていこうかと思うんですけども、まず見ていただきたいのはこちら。こちらは、楽天銀行デビットカードならポイント還元率ナンバーワンということで、結構楽天カードも、普通の楽天のクレジットカードも押してるんですが、実はデビットカードもかなり押しててですね、まあ、下に書いてある通り、さらに溜まった楽天スーパーポイントをデビットカードの支払いに使えるということで、1ポイント1円分、溜まったポイントを1円として換算して使うことができますよということで、ちょっと押してます。で、ちなみにデビットカードっていうのが、まあ、先ほど伝えた左側の楽天スーパーポイントが溜まる使えるということで、1ポイント1円としてご利用いただけますということと、あとはお支払いは銀行口座から引き落とし、使ったその場で都度引き落としされます。で、次は使い方はクレジットカードと同じ。インターネットショッピングでも使えるということですね。こちらはまあ今下にも書いてある通り、本当に使いすぎを防げることができるんですよね。もう使ったらその場合もう使った分だけ口座から引き落としされるので、もうクレジットってなんかバグってしまうんですよね、金銭感覚が。もうなんかもうこれもあれもみたいな感じで、で気づいたら来月の支払いとかみたいなっていうのは、まあそういった経験されたことってまあすごいあると思うんですけども、まあそういった方ほど、まあ一応デビットカードであれば3万円とか1万円とか制限をして使うことができるので、まあそこに関してはかなり使いやすいのではないのかなとは思います。そしてこの楽天銀行と紐づいてるので、まあもう本当に楽天ユーザーであればもう本当に楽天銀行とこのデビットカードっていうのはかなり必須アイテムになるのではないのかなとは思います。で、早速この比較表を見ていただきたいんですけども、もうこれざっくりと出して、まあ、ホームページ上から抜粋してきたものなんですけども、まず左からゴールドデビットカードで、シルバーデビットカード、ベーシックデビットカードで、あとはこの楽天のデビットカードの JCB のということなんですけども、まあこうご覧の通りそんなに大きく何かこう差があるっていうのは特にないと思うんですよね。で、今一番まあ左、僕が使ってたのが一番左で、そして一番右なんですが、まずこちらはもう本当一番左は、ね、まず年会費が5400円かかって、充実豪華な3大特典ということで、国内国外旅行障害保険で、あとショッピング保険とビザゴールド優待特典というのがあって、で今僕はもうそれの全くない普通の JCB のデビットカードに変えてるということなんですよね。で、なんでこれに変えたかっていうのは、まあ、次でお話しするんですけども、まずこのデビットゴールドデビットカードの特徴というのが、まあ、この先ほどお伝えしたような国内旅行と海外旅行の障害保険っていうのがあるんですよね。で、この海外旅行障害保険というのが、旅先での怪我や病気、トラブルをサポートしていたします。海外旅行の際は、楽天銀行ゴールドデビットカード、カッコビザをお忘れないようにお持ちください。事前申し込みは不要です。ただし、保険が有効となるためには、楽天銀行ゴールドデビットカード、ビザをお持ちの方が、カード決済の条件、カッコご利用条件を満たしている必要がありますということで、まあ、一応その利用条件を満たした上で、この保険が効くということになっております。で、利用条件というのは、もうホームページのように結構小細かく書いてるので、そちらご自身で確認していただければと思います。なので、もう簡単に言うと、本当国内旅行、その海外旅行に行く人ほどこのゴールドデビットカードをおすすめします。けど、まあ僕自身っていうのが全然その旅行っていうことに最近はもう全然行かなくなったので、もう実際もうシルバーデビットカードでまあ十分だなっていうことで、まあ僕は今JCB のブランドのやつを使ってるので、まあそんなにこう、まあ大体今はほとんど JCB とビザって国内ではもうほとんど JCB、 前は結構 JCB 使えなかったところ多かったんですけども、今気づけば ほとんどなんか JCB 使えるとこ多くなってるので、あまり大きな差はないのかなと思うので、全然このシルバーでも大丈夫ですよということで、今回はお話をさせていただきました。もしこの内容を見た時に、いや僕はゴールドだよとか、いややっぱシルバーの方がいいよねっていうのが気づいたことがあれば、コメントなどいただけると嬉しいです。そしてチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしてるので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はここまでにしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。